はい、皆さん、こんにちは。今日はね、先ほど例の CPI は下がっていくっていう話の動画を、緊急動画を撮りましたんで、いやー、もうあれはね、本当に私もね、1年に何回かの重大な発見をしたっていう意識がありましたんで、ちょっと興奮してね、喫茶店から帰ってきてね、急遽撮ったんですけどね。まあ、要はあれ、ポイントは何かというとね、CPI を前月比、前月比でかけていくと、結局12ヶ月後に削退になるっていう、まあこれ気づきそうで気づかないっていう話なんですけど、で、それがですね、要はね、今から12ヶ月遡っていくでしょ？ 2 月、1月、12月って言って。で、その12ヶ月なんだけど、9、10、11、12がね、高いんですよ。遡った。だから約1年前の数字が高いやつがあるから、それが来月、再来月、その次の月っていって剥落していくんですね。だから一気に下がっていくんです。で、要は次の来月の数字がですね、前月比が、そら1.5%とかになればね、そんな異常値が出れば別ですけど、おそらくですね、今まで通り0.3とか0.4%になると思うんですよ。そうすると、12ヶ月前の高い1.3とか1.5、1.5はないか、1.1とか1.3とかっていう数字が剥落する代わりに、今回の0.5%とか0.4が新しく追加されるから、ものすごいね、下がるんです。で、これで、私がね、一応、0.4で、最新の前月比を0.4で計算したら、要は次の来月の4月12日に出るんですけど、あれがね、4.4%ぐらいだから、結構これサプライズが来ますよ。本当にそうなんですよ。これをね、私はね、発見しましてね。まあもちろんそれは専門家気づいてる人もいるでしょうけど、案外これはね、気づかないポイントだと思って。はい、今日はこの、ユーラシア縦断の2回目のイランのね、まあもうちょっと行くとカスピ海の方まで行きますけど、まあまだちょっと行きませんけど、やっていきたいと思います。いや、ちょっとね、久々に興奮しましたよ、今日は。発見をして。だってこれから CPI が下がる下がるって言っても、下がるとは思うけど、自分の中で確信めいたものはなかったんですね。だけど、その計算法をね、改めて考えてみたら、検証してみたらね、エクセルで検証したんですけど、分かりましたね。でね、大体ね、前月比0.5%が12回続いたとすると、大体6.1%になるんです、削退が。でね、0.4%の場合は4.9%ぐらい。で、0.3%の場合は3.6ぐらいで、0.2の場合は2点、それどうだったかな？ 2.9 ぐらいだったかな？要はね、前月比が12回続いた時の値を考えてみればいいんです。でね、逆に言うとね、次の月のやつっていうのは、11回分の前月比を実績比でかけたものを、で、最後の前月比の最新のやつをかけるから、大体ね、そんなに大きく予想は狂うことはないんです。だって11回の実績はもう規定値として出てるんだから、それをかけるでしょ。で、一番最後にその直近の前月比をかける、それで12回になるんで。ということは、12回中11回はもう規定の数字なんで、大体ですね、削退の数字というのは占えるんですね。占えるんです。ただ、その最後の1ヶ月がどうなるかわからないから、数字が出てこない限りわからないから、そこでちょっと誤差が出るだけで、12回中11回は規定の数字なんだから、もうある種、大体わかるんですね。で、それで、そのイエレンさんとかが、今後下がっていくよ、CPI はっていう、
言ってたのは、それが、まあ、ある種根拠なんですよ。ただそのそうは言っても、直近のその12回目の前月比がね、直近の前月比が 1.2% とかってバカ高い数字になる可能性はありますからね、もちろん。だから絶対というわけにはいかないんだけど、でそう考えるとね、じゃあ前月比で何が上がりますかっていうと、なんかどうです皆さん、まあ、例えば分かりませんね、何か急激に今月、前月から今月にかけて上がったものってありますかっていう話なんです。例えばガソリンが今月に入ってバカ高くなったとか、あるいはちょっとね、報道があったのでは、イギリスのアパレルがね、イギリスの先月から今月にかけてアパレルが、要は医療とか靴とかがね、なんかのその一時的要因ですごく高くなったらしいんですよ。でそれでね、結構その最新のイギリスの CPI が昨日だったか発表されてましたけど、ちょっと高めに出たっていうのを言ってたんですね。ああそういう場合もあるんだな。要は品目別でですね、ちょっと異常値が出てしまうと高くなるんですけど、ただアパレルでそれが出たからといってアパレルのウェイトって低いし、ちょっと解説もなんか分かったような分からないような感じはありましたけど、まあ他にもあったんでしょうね。だからいくつかの品目で前月比結構高くなったというものがあったんだと思います。まあかといってね、そういうものがある中でやっぱり10年国債が今すごく下がってますよね。今 3.3% 台になってるんで、で FRB が予想するその年末の政策金利と、マーケットが予想する年末の平均政策金利が全然違うんですよね。一方は 5.25 って言ってるし、一方は 4.25 って言ってる。 1% 違うんですよ。確かそうなんです。 FRB が言ってる数字とね、マーケットが予想する数字が、年末のターミナルがね、要は年末の、数字が 1% 違うんです。こんなのおかしいですよね。さすがにおかしいでしょう、それは。でこれがですね、じゃあどっちが正しいんですかって言ったら、やっぱり僕はマーケットの方が正しいんだと思いますよ。インフレがだからそれぐらい収まってくると、マーケットは見てるわけでしょ。まあそれは意見によっては、その銀行の取り付け騒ぎとか金融危機が起こるから景気が悪くなって、政策金利は下がるというロジックなのかもしれないけど、まあだとしても景気が悪くなることによって、インフレが収まるという考え方もできるわけでして、まあ私の場合はそのさっき言ったロジックで下がっていくから、景気が悪くなってインフレが下がるという見方はあんまりしてないんですけどね。それはちょっと落ち着きますよ。今のようなその消費者信頼感指数とかね、ああいうものよりは下がると思うんです。あと ISM 製造業なんかも結構下がると思うんですよ。まあだけど不景気かっていうと決してそんなことはなく、失業率は相変わらず低いし、まあ今は低すぎますけど、これが仮に 4.5% ぐらいの失業率になったとしても、それでもまあ低い方ですからね。 4.5 ぐらいだったらアメリカだったら過去30年の平均ぐらいじゃないですか。だから決して悪くないですよ。でそういう中で、まあ ISM 製造業とか、そのミシガン大学の消費者信頼感指数なんかも、まあ過去30年ぐらいの平均ぐらいに戻っていくと。で金利もまあ落ち着いていく。だからインフレが今日動画上げたんでいくと、まあ前月比 0.22% で推移すると仮定するとですよ、
そうすると削対で 2.67 になるから、それって 2% 強ってことはものすごく理想的な数字なんですね。 FRB が考える数字は 2% が理想なんだけど、まあ大体その理想に近づくんですよ。そうすると政策金利っていうのは今こんな高いわけないんで、まあどうでしょうね、 3% ぐらいまで下げる必要があるんじゃないですか。うん、まあいわゆる中立金利っていって、景気を悪くも良くもしない金利っていうのが、2.4 だったかあるんですよ。そういう中立金利っていうのがあるんで、まあ、中立金利に戻していく必要があるわけですよね。まあ、ただその今異次元緩和でですね、FRB の資産が今8兆5000ドルぐらい、つまり1200兆円ぐらいですよね。そう、うん、9兆ドルだから、そうですよね、まあ、1000兆円を超えるですね、ばらまき方をしてるんで、まあ、これはですね、量的引き締めで吸い取っていかないといけないんだけど、まあ、吸い取っていくってことはお金がどんどん少なくなっていくわけだから、お金が少なくなっていくってことはお金の金利が上がる方向に行きますからね、うん、インフレの逆なわけだから、お金が基本的にたくさんあると金利は低くなりますからね、物との対比によりますけれども、うん、はい、イランの、まあでもだいぶね、イラン高原というかね、高度が高いですね、海抜が高いですね。今1万フィートだから3300メートルぐらいなんですけど、そんなに地面は低いところにありませんよね。割と低めに飛んでるけど、これだからまあ高いんですよ、海抜が高いんです、ここ。まあいい眺めですよね。まあでもね、今日の今のダウの先物なんか見ると下がってますんでね、やっぱしだから金融のストレスの部分で市場が身構えてるんですよね。うん、ゆくゆくインフレは落ちていくっていうのは私は結構確信に近いものを持ちましたね。でということは FF 金利が下げていいから10年金利も下がっていくはずです。10年金利下がっていくと国債価格は上昇するんで、アメリカの地方銀行なんかは、まあ、自己資本が増えますね、うん、だから取り付け騒ぎから遠いところに歩んでいくことになります。で同時に金利が下がっていきますから当然、ドルと円の長短金利が縮まりますから、円高になっていきます、これから。でことほどさように、もう今129円80銭になってますから、もう130円台にはなかなか戻らないですよ。だからアメリカ株を買ってる人は今辛いと思います。株が下がっているし円高になってるからダブルパンチ食らってるんで、ただね、その今株がさい現時点でさダウの先物も下がってるけど、まあこれはですね、金融危機が落ち着くまでのボラティリティと考えた方がいいでしょうね。ビックスがちょっと上がってますから、今25近くなってますから。それはなんでかというと、イエレンさんとかがね、なんか2点3点するんですよね。預金保険機構で全額救うとは一言も言ってないとかで、次の日になると取り付け騒ぎが起こりそうになったら全額保護することも考えるとかって、猫の目のようにくるくる変えてますんでですね、まあどちらも本音なんですけどね、どちらも本音なんです、はっきり言って。確かね、アメリカの銀行の全残高が2000兆円ぐらいあるんですよ。で2000兆円のうち7割ぐらいは預金保険機構で救えると言ってるんですけど、
ただ実際その預金保険機構に預けてある、準備してある保険金の額っていうのが確かね1200億ドルぐらいしかないんですよ。ということは15兆円ぐらいですか。だから2000兆円の15兆円だから、そんなの救えるわけないんですね。まあこれ普通に考えたら分かりますけど、そんな保険金で救えるわけないんで、全部取り付け騒ぎになったらそれはえらいことになるんだけど、だからイエレンさんが言ってるのは当たり前なんですよ。そんなの保険預金機構で全額救えるわけないんだけど、ただその個別事例においては全額保護することも考えるというふうに言ってるわけですよね。まあ そういうしかないとは思うんですけど、ただですね、それにもう反応する、ね、株価がその都度反応するから、まあやっぱりだから当面ボラティリティが、特に今日は月末の金曜日ですからね、まあ、来週が最終週ですけど、まあ、結構その月末に近い部分の最終週ですし、配当取りなんかの近づいてますし、まあどうなんでしょうね、そのあ、そうか、アメリカでは3月末っていうのはあんまり関係ないのかな。日本とかだとね、期末になるんで、持ち高を整理する動きなんかもあるのかもしれませんし、ちょっとアメリカだとあんまり3月っていうのは関係ないと思うんで、ただまあ、3月、6月、9月ってキリのいい数字ですから、もし3月決算になる会社が、ちょっとアメリカどれぐらいあるのか知りませんけど、まあ、配当取りがあるんだったらちょっと株は買われるでしょうし、ただ週末っていうのは割と様子見でね、土日で例えば銀行が倒産する可能性もありますから、そういうものに備えて金曜日の夜には手締まおうという動きがちょっと出るんですよね、やっぱり。だから特に今銀行がいつ倒産するかわからないような時節ですから、金曜日にも土日で持ち越すのはちょっと怖いと思う人がいてもおかしくないですよね。で、私は動画の中で言いました、NVIDIA ですね、これから金利、まあ、インフレが下がっていって、金利がまあ落ち着いていく方向には間違いなくあると思うんです。まあそらまたインフレがどんどん春先から上がっていく可能性はそれゼロではありませんけど、いろいろな総合的に環境を見ると、そうとてもそのようには思えない、うん、で特にイエレンさん言っていましたけど、サプライチェーンがですねすごく今緩くなってる。例えばアメリカの、中国からアメリカに向かうコンテナ船なんかもガラガラです。まあそういうふうに、その一時期コロナの時に逼迫したですね、いわゆるサプライチェーンですよね、いわゆる物流のトラックだったりコンテナ船だったり、あるいはその拠点の物流の倉庫ですよね。倉庫の人不足が起きると、何かというとね、トラックにそのパレットを乗せていく作業とかも遅れるから、物流が遅れるんですね。だから結構ね、拠点にあるアマゾンの倉庫とかのいかにその効率よく動いてるかってものすごい大事なんです。でもちろん末端のですね、ラストワンマイルの運転手が足りなくなると、ヤマト便とかがそうですよね。もうしょっちゅう自分なんかも利用してますけど、あの人たちが動かなくなると、まあ例えばね、分かりやすい例で言うと、雪がめちゃくちゃ積もっちゃって、あの人たちのトラックがいまいち走れなくなると、これはもうその段階でサプライチェーンが詰まってしまうんですよ。で、あとはそのよく言われているように、車の部品ですよね。特にワイヤーハーネスって言って、車の中に引き回す電線類なんですけど、あれをインドネシアで結構作ってるんだけど、コロナでインドネシアの工場が閉まっちゃったら、そのワイヤーハーネスだけ足りないと。で、
車は他のハンドルとかエンジンとか全部できててもワイヤーハーネスだけがないから出荷できないなんていう話になったんですよ実際、うん、だから車ってもう何万点っていう5万点ぐらい部品があるんですけど、そのどれの一つが欠けても出荷できないんでね。でまあそういうふうなサプライチェーンが圧迫されていたっていうのがもう足元ですねほとんどないと。もうその代表的なのがそのコンテナ船がガラガラだっていうやつなんですけど、でそれがほとんどないから、そのいわゆる上流の部分でですね価格を高くする必要があんまりなくなってきてるんですね。で実際 PPT あの生産者物価指数がかなり落ちてる足元で、それは当然ブルーウィップ効果であの下流にどんどん跳ね返ってきますから、まあそういう話でね、春以降ね、だからそういう明るい展望で、とりあえずはその金融の取り付け騒ぎってものが、うまくないことがね、これはもう時間を重ねていって証明していくしかないです。で私は動画でも言いましたけど、ディスカウントウィンドウ、FRB のね窓口貸し出しとか、あと BTFP っていう額面でその時価評価で融資をするっていう、国債に時価評価、母価評価か、母価評価で融資をする、それがやってるから、それの貸し出し残高が先週と今週で増えてないとかね、結構いい材料あるんです。でね、逆にファーストリパブリックの最初300億ドルを流動性供給しましたよね、モルガンとか11行がシティバンクとかね、あれの後にじゃあそれを出資に切り替えるとか、あと買収をしようとかね、あとはその政府が介入して株主に責任取らせるとか、いろいろな案が出てたでしょ。でしかしその案が急遽決めると言ってたのに、あれから何の音沙汰もないでしょ。そしたらもう24日になっちゃいましたよね。あれ確か21、22の緊急会合で決めるって言ってたのに、結局は何の策も出てこなかった。でこれ頼りがないのはいい頼りで、結局決めなくても別に取り付け騒ぎが広がってないんですよ。だから時間的猶予ができたっていう、僕はそう見てますよ。だってそんな取り付けでもう支払いができなくなるんだったら急遽破綻にするのもよし、300億ドルをエクイティに切り替えてもよし、ね、資産売却、シグネチャーみたいに資産売却を急ぐもよし、そういうやつを急遽行っていかないといけないのに何にも決まってないでしょ。で逆に言うといいんですよ、状態がいいってことです。で急遽国債金利が下がってきたから今 3.35 ぐらいですか、ということは債券価格はどんどん上がってるわけでしょ。そしたら何の問題もないじゃないですか、バランスシート改善してるんだから。って言いながらも先物が下がってるのがムカつくな。まあ株の世界は難しいですからね、そう簡単には自分の思惑通りにはなりませんよ、それ。ね。あ、すいません。ちょっと用事です。3分ぐらいですね。
よいしょ。あ、すいませんでした。いやはや、もうすごい地形ですね。やっぱイランって面白いですね。地形が、表情が変わりますね。やっぱ全然、まあだけどこんな国、産業っていうものは、まあでもイランの産業ってね、あれドローンとか作ってますよね。イランってドローンとか作れるんですよね。それがちょっと不思議というか、ドローンとか巡航ミサイル、あ、そうか、巡航ミサイルはあれか、ロシアのやつを買ってただけなのかな。まあそれをだからロシアが買い戻してる感じなんでしょうね、今有事の際だからね。まあドローンって言っても、あの半導体なんかはね、イランは作れないと思うんで、中国とかから輸入して、まあ、自分たちは組み立ててるだけだと思うんですけど、何の話してたんだっけな。まあそういうんでね、株は僕は上がっていくと思いますよ、うん、今一番安いところです。ある種今一番安いですよ。ただまああえて悪い見方をすると、金融危機が連鎖していくっていうね、金融危機が連鎖していって、本当に GDP がリセッションに陥るっていうシナリオは、それはゼロではないですよ。金融危機が連鎖していけば、うん、資産価値が下がるとね、例えば不動産が下がったり、まあ、国債も下がったりすると、やっぱそれを持っている人がね、自己資本が毀損する。で特に金融機関の自己資本が毀損すると、お金の貸し出しが減りますから、経済が回らなくなるんです。なんで何かのセクターが、不動産でも国債でも金でもいいんですけど、何かのセクターが暴落するってことはね、あんまり良くないんです、基本的にはね。だから今アナリストによっては、その不動産価格が結構ダメージを負うんじゃないかという予想が一部出てき始めてるんですよ。でまあそういう意味ではですね、中古住宅販売とか新築住宅販売とかね、あとそれの制約指数とかですね、そういうのを今後はちょっとね念入りに見ていく必要がありますよ。これだけ金利上げたから、住宅ローンの金利がめちゃくちゃ上がってるんですね。今 6.5% ぐらいでしょ。日本で住宅ローンの金利 6.5 で組む人いませんよ絶対今だって、日本で今住宅金利 1.5 ぐらいでしょ、フラット35とかってね。民間で借りてもそんないかないでしょ、 1.8 ぐらいじゃないですか。そんなね 6.5 とかで住宅ローン組んだらえらいことになりますからね、総支払い額が。だからそれはね、そんな高かったら売れませんって、うん。だからそういう意味で住宅がね、これからダメージを受けていく。で特に昨日も言いましたけど、そのリモートワークが推進されてるから、そもそもオフィスとかはいらないでしょ。ではそういう相乗効果でですね、住宅がバブルが弾けるんじゃないかっていうことは言われてますんでね、そこはちょっと注意しなきゃいかんけど、
でも逆に言うとそれはあの家賃が下がるってことですからね。だから、CPI は下がりますよ結局はね、うん、でね、皆さんが景気後退景気後退って言うでしょ。あれ景気後退したら CPI 下がるんだから、うん、物が売れないから企業は価格を落としますからね、必ず。それが競争原理ってもんですから。だからね、景気後退景気後退ってあんまり言うけど、結局 CPI が下がった方がいいんじゃないの。そしたら金利が下がるんだから。で、金利が下がって何ヶ月かしたらやっぱりそれは消費刺激効果になりますんでね。住宅ローンでも下がったからそろそろ買おうかってなりますよ、そら。うん、むしろ景気後退が多少あった方がいいんです。という意味では、今後ね、どのロジックを取るにしてもね、金融危機が起こるにしても CPI が下がるし、起こらないにしても、私が動画でアップした通り、そんなにインフレはもう収まっていくと。どっちにしても収まるんです。だから景気後退が来た方が、もうその収まり方がもっと収まるってことです。いや、今ね、そのアップした動画が現状で60回しか回ってないんですけど、まあなんか全然回ってないんですけど、いいね率がめちゃくちゃ高いですね。8を押されてますから、8人に1人がいいねを押している。まあ嬉しいですね、うん、まあね、個別銘柄の分析じゃないとあんまりあれ回数は上がらないんですよ、実は。いや、すごいですね、これ海抜がめちゃくちゃ高いですね。もう3000メートル級、まあ3000もないかな、2500メートルぐらいですよ今、これこの山、目の前にいる山がね。だからイラン高原っていうのはすごいですね、高いですね。アラビア半島側から大陸棚がこうグッと押されて隆起したんでしょうかね、この辺りが。ヒマラヤと同じ理屈で、ちょっと分かりませんけど、適当なことを言ってますけど。これでね、ロシアの方ですけど、まあ、もちろんその株価を決める一つの大きな柱ですからね、戦争っていうのが。インフレと戦争です。コロナはもうほとんどその要素じゃなくなってますんで、インフレと戦争ですね。で、もちろんその戦争が終わればね、さらにサプライチェーンが緩みますから、インフレは下がるわけです。あとは気持ち的にも、ね、明るくなりますしね。で、まあ、ほんでバフムートの辺がもう結局攻め疲れで砲撃回数も少ないし、で、最近よく言われている通り、戦後間もなくの T54 とかがね、倉庫から掘り出されてきて、今前線の方に列車で送られている動画なんかが出てますけどね。まあそれぐらい困ってるんだと。 T54 って言ったら最初の生産が1948年とかだから、で、主砲も100ミリのライフル砲ですよね。今の戦車って大体滑空砲って言って、中にライフリングを切ってないんですけど、100ミリのライフル砲で、そもそもそんな砲弾があるのかっていうのがまず話がありますよ。100ミリライフル砲の砲弾があるのかどうか、まああるにしても相当昔の砲弾なのか、不発弾なんかも多いかもしれませんしね。今だいたい主力は125ミリの滑空砲ですよね、確か。
T72 以降は125ミリなんで、100ミリなんていう砲弾をそもそも残してるのかどうかもよく分かんないですけど、まあ、ただそれをですね、固定砲台として使うっていう案が出て、見方が出てますよね。陣地に南部の20、30の塹壕を掘って今やってる、ロシアが備えてますけど、あそこに固定砲台として置けば、まあ、それなりに使えるんじゃないかと。レオパルドに撃っても効きませんけど、ストライカーとかに撃てば100ミリでもかなり怖いと思いますよ。装甲薄いですからね、ブラッドレーとかは。まあね、つまり要は構成限界点を超えちゃって、ロシアがそろそろ薄々ね、それに気づいてきたんです。だから今ね、もう現状の占領地を守ろうとする動きに入ってきてますね。総前線、前線延長総キロがね、あれ確か1200キロぐらいでしょ。ほとんど今もう攻撃がね収まってきてるから、もう前線に塹壕を掘ってね、防衛線の準備を今してると思いますよ、ロシアがね。掩蔽物とかコンクリートとかで。覆ってですね、前線の防衛準備を始めて、まあ一部ではもう整ってるでしょうけど、でただ昨日も言ったように、それをウクライナの機甲師団がね突破できるだけの戦力があるかどうかなんです。で攻める方だから、どの一番その弱いところを一点突破でやればいいんですけど、それをまあ選ぶ時間もあれば、こっちに主導権があるわけだけど、まあ、どこが弱いかっていうのは、そこが本当に弱いかはやってみないとわからないところがありますから、まあ、必死で今衛星画像とかドローンとか、あと特殊部隊を浸透させて探してると思いますけど、まあそれですよね。だから、まあ、僕の見立てでいくと4月はどうかな、まあ、遅くとも5月には反転攻勢が始まると思います。それは複数の拠点で始まるのか、一点突破で行こうとするのか、あるいはそのどっかを陽動作戦としておとりでまずやって、で要は主攻と助攻って、助っていうのは助けるっていう、主攻と助攻とか言いますけど、どっちかをおとりにして、もう一方がその主攻であるという場合ですよね。まあ、大体専門家が言ってるのは、南部ザプリージャの、マリウポリ、じゃなくてメリトポリですね、メリトポリの方を突っ切ってですね、アゾフ海のまでをやって東西を遮断してしまうと、まあ、それが一番いいんだと。クリミア半島に補給ができなくなりますんで、まあ、ケルチ大橋とフェリーでやるしかなくなるんでね。まあ、そうすると相当焦りますよ、向こうはね。クリミアはクリミアでね、相当要塞化されてると思いますけどね、もう塹壕戦とか、まあ、文字通り要塞も何箇所か築かれてるだろうし、でロシア軍というのはね、かなりその空軍をたくさんまだ温存してますからね、これがまあ厄介なんですよね。それが一斉攻撃してくると、さすがにやっぱり手強いですよ。こっちが戦闘機がウクライナ少ないですからね。で地対空ミサイルがどれぐらい用意できるかっていうのをちょっと、まあ、心もとない面もありますから。
いや、視界がちょっとね開けてきましたね、ようやく。まあ、ちょっと高原が低くなってきた、海抜が低くなってきましたね。ヒマラヤを越えてチベットを行くときにみたいな感じですよね。だん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 こう低くなっていくっていう、うん、これまあ普通ぐらいですね。もう6000フィートぐらいまで来てますんで、まあかなり低くなりましたね。今までの高地は何だったんだって感じで。まあだけどね、そうやってウクライナ軍がね反撃していくでしょ。でそれが成功していったとしますよね。そしたら当然ロシアはエスカレーションしてきますよ。それ以上来たら撃つぞって、そのそれ以上来たら撃つぞがいつ出てくるかですよね。クリミアに踏み入れたら出てくるのか、ドンバスでも一部そういうふうに言ってくるのか、要はそういう最後通告ですよね。それ以上来たら核を撃ちますよ。でこういうふうな警告をしてきたときに、ウクライナ軍がまあ足を止めるかどうかですね。うん、足を止めるかどうかです。で止めないと判断したときに、もっと進んだときに本当にロシアが撃ってくるかどうかです。まあこういうのは本当にもうね、出たとこ勝負っていうかね、ある程度読みを予測することはできても、そんな最終的に確定的な予測はできませんからね。うん、だから何が起こってもおかしくないです。うん、まあだからそういうそれ以上来たら撃つよっていう最後通告が出た段階で株はある程度下がるでしょうね。うん、株はある程度下がるでしょうね。そら最悪のテールリスクが頭をもたげてきたってことだから、一旦みんなポジションオフするはずなんです。特に航空なんかは下がりますよ、そういう場合は。うん、そんな核が撃たれたらアメリカからヨーロッパに行く人なんていなくなりますからね。まあ私はよっぽどのことがない限り撃ってこないと思いますけど、そういうふうに見てますけど。うん、まあどうでしょうね、今後の流れとしたら 2.24 の開戦時のラインまでは戻すんじゃないですか、とりあえず。でまた戻せると思うし、おそらく戻せると思いますよ。バフムートでの攻めを見てればね、分かりますけど、もう攻勢限界は過ぎてますから。ただそのロシアが守りに入った時にね、結構強いかもしれないんですよ。で塹壕で兵が少なくなっても、兵隊の数だけはあっちは一人前ですからね。弾薬が持つかどうかは別にしてね、まあそれでも小銃の弾薬ぐらいはもう無限にあると思いますし、でまたその現状のロシアの工場でも作れますからね。今3交代制で軍需産業はフル稼働してるみたいですよ。ただその労働者が逼迫して不足しがちのになってるみたいですけどね。まあそれでも参考体制で作ってるわけですから、バカにはできませんからね。普通の火薬の砲弾ぐらいは別に何のハイテク機器もいりませんからね。精密誘導するんだったらちょっと別ですけどね。それがないんだったら全く問題ないんで。
またちょっと高度が上がってきたね。いやだけどイランっていうのはこんな国土だったんですね。私もなんとなくイメージはしてましたけど、これほどまでに砂漠の岩山だとは思ってなかったね。まあ、イランというのはね、古代アケメネス朝ペルシャとかでもそうでしたけど、ゾロアスター教っていうちょっと変わった宗教が盛んで、廃火教っていう火を祀るやつなんですね。で、まあ、当時からですね、そのカスピ海の沿岸とかでは自然のこう油性というかね、まあ、ガソリン、まあ、原油がですねこう自然にこう湧き出て、でそれが夜なんかは燃えるんですよね。でそういう火っていうのがこう神秘的な感じでね、神様としてこう扱われるっているっていうか、そういうものがあったんですよね。まあですから、ゾロアスター教っていうのは、あれ、一神教なのかな、善と悪の、あれは一神教、確か、あ、そうか、善悪二元論みたいなことかな。善悪二元論だから、まあ、神様と悪魔がいるみたいな話を、それがユダヤ教の方に影響したのか、確かそうだったような気がするんですよね。その神様と悪魔っていう二項対立っていうのが、確かね、ゾロアスター教から取り入れたような、違ったかな、ユダヤ教とかキリスト教がね。まあやっぱり当時はそういう影響関係にありましたからね。アケメネス朝ペルシャって言ったら、もう古代ギリシャと戦ったわけですからね。でその頃ってまだキリスト教とか生まれてないですからね。うん、キリストが生まれてないですから、そもそもその頃は。古代ギリシアとアケメネス朝ペルシャが戦ったのってね、紀元前500とか600ぐらいだと思うんですよ。だからユダヤ教もね、まだどうかな、ユダヤ教あったのかな、その頃から。あったかもしれないですね。アッシリアとかがある頃には多分あるんで、うん。アケメネス朝ペルシャって言ったら多分、確かね、アッシリアよりちょっと新しいんですよね。アッシリアが滅びたら、4カ国ぐらいになったんだっけな、あれ、またど忘れちゃったな、この辺り。アッシリアが滅びたら確か4カ国ぐらいに分かれて、でそのうちのどれかが強くなって、アケメネス朝ペルシャだったかな、なあ、そんな、確かそんな流れだったと思うんですけど。だからアッシリアの頃からね、ヘブライ王国とかイスラエル王国、ユダ王国、そういうものがあったはずなんでね、まあユダヤ教の起源といったらそれぐらいですよね。
今日も下がるかの。300ドルぐらい先物で下がってますね。ビックスが 24.7、 石油は70ドルを割ってます。それは良かったです。まあね、この4月以降というのが株のねターニングポイントになると僕は見てますよ。そうなると思うな。夜明け前が一番暗いんですよ。ただまあ金利が低下していくとね、真っ先に恩恵を受けるのはハイテク株ですから、私が持ってる航空株は後回しに上がってくる可能性はありますけど、取り残されますからね。そういう時はハイテクばっかり上がってナスダックとかがすごい上がるんですよ。でダウっていうのはどっちかというと古い産業が多いですからね、ちょっと取り残されるんですよね。まあそれでもね、航空は春になると、乗客が増えるっていうのもあるし、あとその夏の予約が入ってくるんですね。である程度夏のあれが景気具合がね占えるっていうのが出てくるんです。だから割とねそこの部分でね上向いていくんじゃないかと見てますけどね。でまた来年はねアメリカの大統領選挙もあるし、ロシアの大統領選挙もあるんで、結構重要な年なんですよね、来年はね。そういう、それを見込んで、どうでしょうね、その景気対策が出てくるのか、やっぱりその大統領選挙では、景気がやっぱり一番なんですよ。景気が悪いとね、政権交代が起きやすいんですよね。なんで景気の対策を取ってくる。そしてまた戦争をね有利に進めなきゃいかんので、その辺でもねある程度戦果が問われる局面ではありますよね。でもクレディスイスの動画を上げても200回いきませんね、まだ。
この辺はちょっと残念ですけどね。まあ銘柄によってはね、 JT なんかも全然回らないんですけどね。 JT とか日本郵船とかね、 JAL も全然回らないですね。武田と JDI は大体見る人多いんですけど、あと今回は日産自動車もまあまあ見られましたね。あのルノーとの合併話が興味深かったのか、まあですからね、あと16人で有料化ですけど、収益化しますけど、もう収入なんていうのはね、もう本当にバカみたいなもんだと思います。月々数百円とかいけばいい方 でしかもその決算で銘柄の動画分析を上げた月はまあまああるけど、まあやっていたって数百円ですよ。上げてない月はもう全くないみたいな、そんなんだと思いますね。まあただそれもね、実際問題どれぐらい振り込まれるっていうか、記帳されるのかが非常にね、私としても気になりますね。でまた減って、視聴者が減って1000人終わった場合はどうなるのかとかですね、直近の4000時間というのが未達になったらどうなるのかとかありますもんね。まあでもどうなんでしょうね、その有料化になったらちょっとまあご褒美でその露出が上がるのかもしれませんね。そのサムネイルとかでレコメンドされる度合いが増えるのかもしれないから、まあ当然ですね、自分の動画に広告がつくことになりますので、Google としたらその広告を見てもらいたいはずですから、その収益化しているチャンネルよりも、収益化してないチャンネルと収益化しているチャンネルで言えば、収益化しているチャンネルの方を優先的に表示するようなプログラムが働くと僕は見てるんですけど、そしたらやっぱちょっとは上がるのかな。って言ってもまあそんなほとんど変わらないでしょうけどね。今はね1000人以下だから、1人ずつ増えても1桁まで983人984人とかって出るんですけど、1000人超えると10人ごとでしか出てこなくなるんで、1000人の次は1010人なんですね。で1万人いったら、今度はですね、どうなるんだっけな、1万人いくとあれなんですよ、確かね 1.1 万人、 1.2 万人とかになるはずですよ確か。あれ違ったかな、あのね、なかなかその下何桁かね出なくなるんですよ。1万100人、1万200人、100人レベルで出るのかな、ちょっとどっちだったかな。もうすぐ着きますね。
まあでもこのシリーズが終わったらどうしようかな。シリーズは組めなくなりますね。あと無理にやるとしたら、あのオーストラリア大陸の横断とか縦断でも、それもすぐ終わっちゃうんですよ。ちっちゃいからオーストラリアって。だからもう実質上最後のシリーズですこれが。だからそれ以降何していくかっていうと、まあ気になったところをその都度考えていくっていう、まあそれはそれで楽しいですけどね。ただいちいち毎回考えないといけないって面倒くささがありますけどね。結構考えるのって大変なんですよ。あの頭使わずにルーチンワークするのが一番人間としたら簡単なんでね。だから昨日の続きで、はいこっからここまで、はい続きは続きでこっからここって、それが一番楽なんですよ。仕事でも一緒で、毎日行く職場が一緒だからね、も精神が持ってるけど、毎回毎回違うとかですね、あのその日によってやる仕事が違うとかになると、もう疲れてしょうがないですよそれは。はい、飛行場ですけど、まあこれもう砂漠なんでね、どこに降りても一緒なんですけども、今花粉のピークですからね、あの杉花粉で、今日はちょっと雨だったから少なかったかもしれないけど、だいたい杉花粉っていうのは桜が散る頃には終わるんですよね、不思議なもんで。でヒノキが始まって、まあ今も一部始まってるのかな。東京ですとだいたい4月の20日ぐらいまでにはヒノキも収まりますんでね。だからヒノキっていうのは花粉の量はそんなにないですよね。やっぱ杉なんですよ、みんなが患ってるのは。でその杉がだいたい桜が散る頃には杉ってだいたいね終わるんです。だいたいああいうのってね、累積温度っていう、今日は20度今日は22度とかってあれ全部足していくんですね。そうするとその足した温度が、例えば年初から何百度になったら桜が咲くとかっていうのはあるらしいんですよ。でそれが結局散るあたりでもう杉も、まあ大体杉花粉もなくなるんですよね。で今年の場合、東京でもね結構例年に比べて早いって言われてますから、杉も割と早めにもう終わるかもしれませんね。今国立はもう満開、ほぼ満開ですね。だから明日明後日が人出がめちゃくちゃ多いと思います。いやもう着陸も手慣れたもんですね。はい、ご視聴ありがとうございました。